今回調査したのはこちら、田中食品の旅行の友100周年記念スペシャルセット。これは昔々、大正から昭和にかけてのお話である。ここは広島湾の入り口近くにある観音という町。中でも僕の行きつけの場所は、いつもカツオや小魚のいい香りがするところだ。と始まるのは、ふりかけ誕生物語、ともばあちゃんの旅行のお供。ふりかけ旅行のお供は今年100周年を迎えました。瀬戸内で採れた小魚を粉末にして醤油などで味付け、海苔やごま、卵をブレンドしています。カルシウムもたっぷり。小さなお子さんからお年を召した方まで、ご飯のお供として人気ですよね。レシピサイトでは、ご飯にふりかけるだけでなく、いろいろなアイデアレシピが紹介されています。それではいただきます。これ大正時代に作られていた容器の復刻版なんだそうです。いい音シャ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 、こんな感じ。いただきます。うん、この味、これ魚の旨味が口の中に広がります。そして海苔とごまの香ばしさ、飽きのこない美味しさですね。お弁当にも大活躍。これはおすすめ。グルタンのために特別に詰め合わせた限定品、旅行の友100周年スペシャルセット。旅行の友の袋入りと復刻版の容器入り、ソフトふりかけ梅ひじき、ミニパックの詰め合わせを20人の方にプレゼント。締め切りは9月15日木曜日必着です。商品についてもっと詳しく知りたい方、そして先ほどのふりかけ物語を最後まで読みたいという方は、田中食品のホームページにアクセスしてみてくださいね。プレゼントに当選したら、あなたもグルメ探偵団の仲間。ぜひ感想をお寄せください。お待ちしています。